両チームのキャプテンの先頭に札幌は宮沢、岩田は大井、この2人を先頭にして姿を現しました。ペースが溜めて右サイド空いている、その右サイドが縦に入れた、チャナティップだ、タッチして熱い攻撃になっている、ヘッド、最後トクラに対してよく体を寄せていました。ジュビロのディフェンス、24番の小川、さあ中村、利き足なので右足でヘディング、ソン・ユンがファインセーブを見せた、まだあるぞ、グランダルマシュートにいった、もう一度ソン・ユンの素晴らしいセーブ、いやー連続でしたね、立て続けに見せました、リオオリンピック韓国代表クソギュン、いやー助かりましたね札幌ね、今のは決定的でしたね。アダイトンボールをキープした、川又につながる、もう一度アダイウトンへ、アダイウトン突破した、倒れたか、どうか、これはペナルティースポットを指している、PK ですか、 PK です。前半の25分が過ぎたところ、決めました、3試合連続ゴール、今シーズン11ゴール目、前半の28分にゴールネットを揺らしましたジュビロ磐田、先制ゴールはジュビロ。さあ早坂がある、グランダのボール、 いいボール入った、決まった、徳田健が決めました、6試合ぶりのゴールを決めました、前半の40分、そしてこのゆりかごポーズ、約束通りサポーターの前で見せました徳田健、1対1同点、今シーズン徳田健7ゴール目を決めました。中村のボール、ソン・ユンがよく弾いた、今のキックスピードありましたね、そうですね、速くて少し落ちるようなスライドするようなボールでしたね、はい、さあ小野です。まあこの小野と今手前に見えた10番の中村は2006年のドイツワールドカップではチームメイト、主力選手でした。選手が手前倒れているが、さあここで小野から石川、いやー素晴らしい、素晴らしい、決まった、ゴールが決まりました、フェイスが3試合連続ゴール、クラブ史上4人目 J1 での3試合連続ゴールを決めました、2対1、石川のアシスト、その前には小野のワンタッチプレーがありました。今もやはり起点は小野でしたね、まあ、素晴らしい中継役をしましたね。徳田健の同点ゴールがありました、そしてヘイスの3試合連続ゴールがありました、札幌、いやいいですね、さあここでヘイスが遠目からジェイラ ー左足、カミンスキーがよく防いだ、手元の時計では今長いホイッスル、試合終了、今シーズン初の連勝、ホームの北海道コンサドーレ札幌、見事厚別競技場に続いてこの札幌ドームでホームでの2連戦で今シーズン初の連勝を飾りました。